小学生の時はさ、ずっと試合に出るわけじゃん。それがさ、こう、小6から中1になっていきなりずっとベンチって、こう、衝撃的じゃん。環境がそうさせたかな、やっぱ、まあ、考えないとやっていけない。うん。うん、当時はやっぱ、なんか、あ、試合出たいなとか思ってたけど、長く見たら、その時間も有意義だったなっていう。うん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 、でもその中3の時に一回すごいテラさんに怒られて、お前は高校サッカーに行った方がいいって言われて、そうで、じゃあはい行きますって言ったら、なんかいやいやいやじゃんみたいな止められてそういうつもりで行ったんじゃなかったっていうね、うん、期待はしてくれてたんだよね。そう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 、こう性格的なところであったり、そうそうそう、フィジカル的なところであったりっていうところでね、うん、そうそうそう、もう少し見守る時間が必要だと。いや、その高校3年間でそのあたりがこう成長していった。成長スピードはゆっくりだったけど、うん、まあ怒られながらもすごい柄に合わないキャプテンっていう任命も受けてなんかやらなきゃいけないっていう立場になって、まあちょっとずつ脱妹っていうのを。メニーナの時とベレーザに入って何が一番違った？さサッカーに対する姿勢かな。そう、メニーナに入った時も衝撃だったけど、ベレーザに入った時のそのやっぱ練習に入る空気感だったりとか、練習をする時のこの全員の集中力、全力でやってまた休憩してみたいな、そのメリハリがすごいなっていうのは、その空気感でついていくのにもうドキドキしちゃってっていうのはすごい覚えてる。あ、誰から怒られるんだろうみたいな迷惑かけちゃいけないのか、ピリッとした空気感はすごい。やっぱメニーナはまだこうやっぱ子供っていうのもあって、ちょっとこう楽しいクラブみたいな要素が若干あったから、年齢近いっていうのもあったし、うん、でもやっぱベレーザに入るとやっぱすごい大人の人もいるし、何歳も年上の人もいるから、うん、毎日が勝負だし、みんなこうサッカーに対して真剣に取り組んでるっていうのがもう体にビンビン伝わってきた。で、朝のベレーザ1年目の時は試合多分あんま出れなかったよね。1年目は常に出れません。だから2年目から多分出始めてるじゃん。もう明らかにそのあたりから朝野の成長スピードがまたグンって上がった感じがしたのね。その時はさ、うち代表とか行ってたけどさ、そのチームでこう試合に出れないとかってすごくあったじゃん、うん、でやっぱり代わりに朝野が出てたことが結構あったりして、うん、でその時私はもうこのあっちゃんの存在にも怯えていたわけすごい成長してきちゃった、どうしようってすごい恥ずかしい、そういう心情だったの。それでも私でも代表に行ってるし、あーすごく恥ずかしいみたいなね。なんかその辺でさ、なんかこうベンチワークから学んだことってあった？そう、だからベレーザに入ってよりこうサッカーのことを教わるようになって、うん、まあミーティングとかもそうだし、ベンチでのその監督とコーチの会話から、ここのポジションはこういうことが求められてるのかとか、じゃあ判断ミスしてそっちじゃないよみたいな顔した時にそこじゃないんだとかよりサッカーを分かるようになってきたから、じゃあこう攻める時にはどうしたいとか、守る時はとか、どこのポジション取らなきゃいけないとか、ベンチワークでこう全体を見て、うん、ベレーザー上がるときはこうフォワードをずっとやってたから、まあ、フォワード気味で上がったけど、フォワードだけ見ててもユディ見てんのもなって思ってその当時のベレーザーはやっぱみんなすごい選手だったから、こういろんな選手を見てたよね。ボランチもそうだし、うん、それでいろんなポジションを知ってったっていうのはあるかもしれない。そうだよね、サイドバックで出てたじゃん。これみんな知ってんのかな、アスナがサイドバックやってたって。まあコアなファンしか知らないだよねサイドバックとサイドハーフ、サイドバックの方が多かったか。あ、2年目はサイドバックの方が多かったか。そうだよね、だって金ちゃんと争ってたって。そうだもんね、そうだよね、金ちゃんとサイドバック争いしてたもんねそう、監督にフォワードじゃもう出れないって言われて、しのぶちゃんいて、ユディいて、その時多分マミもいたはずだし、ね、ガンちゃんもいて、まあ、背もあって、技術もあってって、もうみんないるから、フォワードじゃ出れないからって言われて、で、まあそう言われて、あって思うかと思ったら、いやもう、はいって、素直に、はいってなって、別に私がサイドバックやりたいって言ったわけじゃなく、こう試しに使ってみたっていうのがきっかけ。そう、自分も別にサイドバックにポンって入れられた時に、なんか、あ、やりたくないなとか思わなくて、いろんなポジションを見てたから、あ、ここのポジションは
こうやってやるんだよなとか、うん、逆にちょっとなんかワクワクしちゃってこう新しいことをやるっていうのに、うん、新しいおもちゃを与えられた子供みたいになってベンチで見てて、その出て試合に出てる人が同じようなプレーした時に、うん、こうミスっちゃった時はなんでミスったのかなとか、うん、成功した時はあ今のはこれが良かったのかなとか思ってて、うん、でいざ試合になった時に景色が違うから自分のタイミングだけで動いてたりとか、まあ、試合の中でそのいろんなこうどうしたらうまくいったとか悪かったとかをちょっと試してやってたかな。あ、今は入っちゃいけなかったんだとか何回もあった。はい、でも感覚がちょっと多かったのは、まあまあまあ、それはね、正直。それでさ、ずっとそう感覚的にさ、こうやっていってさ、私がドイツに行っちゃってさ、大学も卒業してさ、そのあたりはさ、こうサッカーに対するそのモチベーションっていうのはどんな感じだった？仕事をしながらやってるわけじゃん。正直そのなんか今まではこう上の人がいてそこを目標にとか試合で出れるようにどうにか勝ってやろうとか、まあ、身近な目標があったんだけどそれがなくなっちゃってその時点で自分もそんな代表に定着するようなその実力もなかったからぽっかり穴が開いたじゃないけど辞めるまではいかないけど前の方がこういろいろモチベーションがあった。なんかこうどうしたらいいんだろう。こうしていきたい。こうしていった方がいいかなとかそういう考えは昔の方がしてたなっていう。その時期は本当なんかそんなに何も考えないでやってた。サワさんとかももうみんな抜けちゃって。で、自分がもう上の方になって。前までその目指していたものというかがなくなった時にそれもっと良くしたいとか言う欲というか、ね、亡くなった時にそれに対してどうやって向き合ってた？結構いいスパンでこのままでいっかっていう自分とこのままでいいのっていう自分が現れるのよでこのままでいっかっていう自分はまあ仕事もして安定した収入があってサッカーも楽しいから別に仕事の後に数時間楽しいサッカーしてで1日を終えるっていうこの毎日まあ、代わりはまあそんなないけど、まあ、それでもいいかっていう自分ね。え、それでいいの？っていう自分は、なんか、それって楽しいの？みたいな。今、あなた楽しいの？っていう自分が出てきて、うん、それがまあ、うん、スパンでこう出てくるわけ。それどれくらい続いたの？ 1 年ぐらい考えてたなんか。すごい、めちゃくちゃ点を取ったシーズンがあったじゃん。あの時はなんかこう何かが覚醒したようにさ、なプレーの連続だったじゃん。何が起こったの？その年の前の年にちょっとずつ負ける気がしないって思ったの。対戦相手のディフェンスに負ける気がしないって思ったの。で自分の体もね成長してて当たり負けもしないし、うん、で自分がどんなプレーしても取られるっていう取られるわけないみたいなすごいなんか急に自信が湧いてきて、うんうん、フォワードでなんか体張ってくれ的ななんかもうそういう役割を与えられて、うん、最悪そうすれば取られないんだなみたいな、なんか次の年になって、うん、これ打てば入るなみたいなそういう、うん、なんか世間で言うゾーンみたいな別に入った気はしてないんだけど入った気はしてないよそれがあの大量得点につながった、そうワールドカップを見たっていうのもあるしだからそのワールドカップを見てかっこいいなと思ったのよ、うん、あの優勝台に乗ってわーってやってるのを見てでそうユディも葛藤してるなっていうのを見てたからあ、うん、すごい大変な世界で戦ってんだなって思って、うんうん、そういうレベルに行っちゃったんだユディってなって、うん、なんかそれでちょっと寂しくなったのねなんかあんだけすごいもう一緒にいて一緒にサッカーしててなんかポジション争いとかしてた人が急にねなんか私の中ではねうわすごい世界で戦ってんなみたいな私のこの日常ちっちゃいなってなんか思ったんだねもう純粋にいやあの紙吹雪の中に立ちたいと思ってほんとユディと同じ景色見たいっていうか、うん、やっとそこからお兄ちゃん子じゃなくてユディっ子に変わってったそうなんすよね。ほんとそれまで、だってユディの試合なんて見たことなかったもん。そうだよね。あっちゃんのさ、代表デビューは2009年のさ、ドイツ遠征。あの時にさ、ドイツやってるわけじゃん。あれで一回心が折れた。折れたんだ。私のよ
横をすごい勢いで駆け上がってって で私も振り向いて走ったけど、この人男みたいな速さだったの。もうなんかね、勝てるわけないじゃんみたいになっちゃうなんか圧倒的無理じゃんが来て、うん、なんかそれを肌で感じて、今ここでもう何もできないっていうのを突きつけられた感じ。戦えないなって思って、だからそこで一回心が折れたの次元が違いすぎるんだっていうね。そこを目指そうとかっていうのは思ったりもしなかった。もう無理じゃんと思っちゃった。だし、だってその時の代表も勝ってなかったじゃん。その圧倒的差だったじゃん。北京だったりとかさ、うん、勝てないんだなって、だから。私より上手い人がすごいやっても勝てないんだってなって、うん、だから目指そうってなんだから、うん、どうせ無理じゃんってなっちゃった。じゃあまあでもそれがなんかちょっとずつ変わっていくわけじゃん。だからやっぱワールドカップだよね。ああ、まあそこか。そこが一番大きかった、ね。あとやっぱユリの得点王とかは、そうやって変えていけるんだみたいなのは思った。ドイツ行ってから連絡取るようになって、うん、こうしてるとかこういうトレーニングしてるとかこういろいろ聞いて、ちょっとずつ試合見るようになって、うん、日本人でもこう対等に戦えていけるっていうのをちょっとずつ見てたから、 それでなんかできるかもしれないみたいなのは生まれてた。無理じゃんからちょっと変わってた。変わってた、うん、ドイツに行くっていう決断をするわけじゃん。でなんかもう1年同じ繰り返しをするっていうのに耐えれなかったの。チームが決まっても決まらなくても、うん、もう1年この生活を続けるっていうことは私は選択できないってなった。それでスパッてやめれるもんなの？ちょっと、うん、その辺はわかんないけど、それは多分耐えがたかったんだと思う。それぐらい耐えがたかったの。もう1年同じことをやるのかってなったら、1日こう4回練習したりとかさ。いや本当頭おかしいんじゃないかと思ったけど、なんかそれよりもこう新しい環境っていう方が楽しそうって思った。まあそれこそね、ほら与えられたおもちゃを楽しそうに遊ぶタイプだからしんどかったし、もう何なんだよって思ったけど、うん、今までの日常にないことだから、その新鮮さの方が大きかったかな。なるほど。その時にさ、私はさ、もう何度も何度もさ、意思確認をしたわけよ。本当に入りたいのって、本当にこれでも入りたいのっていう、すごい確認したじゃん。入れるかどうかがすごく心配だったの。それが心配だったから本当に何度も確認したけど、本当に行きたいって言ったから、ね、チームと話をしてね、放り込むことができたわけじゃん。私も変わりたかった。今まで自分の意思をその田園幼稚園に行きたい以外言ったことはなかった。こう人に頼りながら、まあすごい頼ったんだけど、ルビーのことは頼ったんだけど、なんかこういろんな人に、うん、そうさ支えられることもいいことだけど、やっぱ自分で生きていきたいっていうのをすごく思って、うんうん、自分のやりたいことが見つかった喜び、自分から初めてあドイツ行きたいって思ったから、なんかそれは曲げられないじゃなくて曲がらないものだったよね。だからすごく意志の強さをそこで感じたわけよ。こんなにどうしても行きたいんだと思って